はいということで、はい、アブ7生配信、たった今終了しました、お疲れれ様でした。いや今回はです、ね、でわれわれ初のバスツアーをちょっと予定しているということで、うんまあ、それに向けて、まあ、山梨のことを知ったりだとか、ひ、うん、いては日本の地理全体のことを学ぼうということでね。 常識クイズとジオゲッサーをやりましたけれども難しかったいや難しかったですねほんと白熱しましたねなんかジオゲッサーってもうちょっと静かにやるもんだっていう思ってたけど全然違ったもうほんとこを飛び交う怒を飛び交うあやめやめろみたいなそっちそっちっって,って右右右右時間制限が分かっちゃうとなあそうね果たして我々は ジオゲッサー成功できたのでしょうかそれはぜひ本編を見ていただきたいと思うんですけれども、うんねはい、なんかずっと今日今回はね座りっぱなしでそんなに動きはなかったんですけれども、うん、かなりヘトヘトです引 <laughs>、うん、くほど疲れてる<だ>めっちゃ疲れてる頭使ったからかな、うんうん、このな 感じの疲労は久しぶりや。いや本当。うん、なんなら前回のあんだけ動き回った回より疲れてるかもしれない。<laughs> 全然疲れている。ああ、ね。うん。ね頭をフル回転させる放送になりましたけれども、そんな我々のアトミックセブアーカイブはですね、うん、9月の10日まで何回でも見られますので、はい、我々がちょっと知識を使う、頭を働かせる珍しい放送ですね、うん。インテル回です。はい。<笑><笑>ぜひインテル回を見ていただきたいと思います。すということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。